はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第308回でございます。皆さんのね、画面にはもうテーマが映ってると思いますが、今週は呼び乗り匠という男というテーマで喋っていきます。自分ともね、接点がすごく多いので知ってる方も多いと思うんですが、一応誰って思う方がいるかもしれないんでね、簡単に紹介させていただくと、予備校のノリで学ぶ大学の数学物理というチャンネルをやっている教育 YouTuber の方で、2人のグループというかペアでやってるんですね。講師、その授業をしている匠先生ね、匠 と、編集のやすくんで2人でやっているチャンネルなんですが、でそのね、まあ、匠について、今回は喋っていこうかと思います。ちなみに、無許可です無許可なんですが、割と仲良くさせてもらっているので、まあ大丈夫だろうと、まあ、一種のちょっとパワハラに近い感じもしますけど、多分ね、これ2月23日に今投稿してるんですが、多分、2月の24日以降にはね、コメント欄のどっかに匠いると思いますんで、ぜひ探してみてください。あえて、固定とコメントにはしないでおきますんでよろしくお願いします。でですね、あと今回この動画の中では、匠くんとか匠先生って呼ぶべきだとは思うんですけど、まあ、ちょっと進行があるっていう部分もあるので、継承を抜かせてもらいます。匠と呼ばせてもらうので、まあ、もしね、ちょっと気分をそれで害されそうな方がいれば、ここでブラウザバックというか止めていただいた方がいいかと思います。よろしくお願いします。で、今回何喋るかっていうと、まあ基本的には匠を褒めちぎっていきます。しかもね、これ本当は彼のチャンネルが20万人突破した時に撮ろうかなって思ったんですよ。そしたらさ、あまりにも彼のチャンネル今勢いがありすぎちゃって、気づいたら32万ぐらいですね、もうね。おい、早くねって思っておりますけどまあ30万人記念ね、突破したっていう記念も込めて、まあ、彼について話していきます。で、まあ彼についてというか、まあ自分が思う彼の魅力っていうと、凄さっていう部分、そして、俺にとって、まあ、ハイチにとって匠がどういう存在なのかっていうのを話していこうかと思いますので、まあ10分ぐらいですかね、よかったらお付き合いください。で、まず彼の凄さに関しては、授業を見てくれれば一番分かりやすいですね。それが多分だから、まあ、花尾さんのコラボで知ってる方とかもいると思うんですけど、まあ、本当いろんな才能を持ち合わせております。で、まあ、面白さももちろん持ってる、ユーモアの部分もね、すごく秀でてるというか面白いんですけど、今回はまあ自分も教育 YouTuber やってるので、授業者としての凄さっていうのをね、軽く話していきたいんですが、まずその動画を見てる方、匠のね動画を見てる方とかは分かりやすいっていうのをすごく感じると思います。で、分かりやすい授業をするっていうのは、まあ、もちろん本当即大変なんですよ。そこに準備に至るのは大変なんですけど、彼の場合は大学の数学物理、主に大学生の勉強、学ぶことを授業にしているんですね。で、当然内容が難しければ難しいほどまとめるのっていうのは大変になります。で、彼も、彼が書いた著書の中で、本の中でも書いていることですし、自分も常々思っていることなんですけど、例えば授業で100のことを本当は伝えることができるとします。まあ、教科書でも何でもいいんですが、100の情報があるとするじゃないですか。で、それを100全部伝えようとする先生ももちろんいらっしゃいますし、それが成功している方ももちろんいらっしゃるんですけど、でも自分はそのあまりにも情報を詰め込みすぎてしまうと、結局子どもたちというか生徒がついてこれなくて、結局何が大事だったの、何だったのみたいな、だから5ぐらいしか残らないみたいな、100を伝えたのに子どもたちは5しか持って帰れなかったっていう授業もあまたあるわけです。この世にはたくさんあります。で、そうなるんだったら、100あるものから、その授業する側、例えば自分とか匠側が削って、50、40、30まで削るわけです。例えばじゃあ30まで削りました、70削ったわけです、こっちで。で、30の情報をもとに授業をする。そしてそれが分かりやすいものであって、子どもたちが20持って帰ることができたんであれば、自分は授業それでいいと思ってるんですね。で、匠は同じようなこととか似たようなことをね、まあ、本で書いていて、で、それを実践しているのが彼です。で、まあ、さっきも話したように、難しいものをまとめて授業をするためには、それ以上の何倍もの情報を自分でまず吸収しなきゃいけないんですね。
彼が、まあ、彼のルーティン動画でもありましたけど、すごく勉強してるわけです、彼は今でも。で、自分でたくさんのことを吸収した上でまとめているので、努力の結晶にしか見えないんですよ、自分からすると。ものすごい努力をしてあの授業を作り上げている。だから本当に尊敬です、すごく尊敬します。で、まあね、その授業を作るって面もそうですし、その喋り方とかトーンとかっていうのもやっぱ技ですよね。まあ、もともと予備校講師をされてたっていうのももちろんあるとは思うんですが、すごいわけですよ。だから本当になんかすごいっていうところにまあ集約されちゃうんですが、で、これからまあ自分のね、チャンネルのメインターゲットの子たちは中学生が多いので、まだ彼のチャンネルにダイレクトにつながるってことはなかなかないとは思うんですが、これから先ね、大学に入って理系の勉強をするってなった時には、間違いなく彼の動画、彼のチャンネルがみんなのサポートをしてくれます。かなり力強いサポートです。で、なんでそう思うかっていうと、まあ、自分はメインは教育学でしたけど、一応数学を専攻していたので、大学に入ってね、数学がめちゃくちゃ嫌いになっちゃった人間なんですよ。高校の時あんなに好きだったのにっていう。で、やっぱりそこの壁は今でも大きいと思っていて、大学の勉強と高校の勉強のその差というか。で、それを、まあ、彼のね、動画を初めて見た時にも感じたことですけど、自分の大学時代にあいつの動画があったらどんだけ楽だったか、楽だったかというか、もうちょっと困らずに、学ぶことができたんじゃないかなって思うわけですよ。もっと学びたいって欲も出てきたんじゃないかなっていうね。だから今の大学生本当にね、羨ましいです。もうそれは心から思う。いいなって、俺も巧みがある状態で大学やりたいなって思うもんね。他力本願が本願で申し訳ないんだけど、まあ、それだけ大学の勉強って難しいんですよ、すごく。そう、難しいし、まあ、やりにくいんよね。そうで、そう思います。で、まあ、そういうふうにね、まあ、感じていて、まあ、なんだろう、まだね、匠の授業見たことないって方がいらっしゃれば、まあ、ぜひね、一回ちょっとチャンネル飛んでもらって、で、その勉強だけじゃなくてさ、いろんな、なんだろう、知識をなんか学べるというか、宇宙の話とかもそうですけど、っていうのもね、たくさん話しているので、ぜひぜひね、あの概要欄にリンク貼っておくんで飛んでみてください。で、最後に、匠の存在が、まあ、自分にとってね、どういう存在だったかというのを話して終わろうかと思うんですが、まあ、あと、そうね、例えば2019年、去年でいうところ、まあ、割と自分も自分のチャンネルも割とこう伸びることができました、できましたってできましたけど、まあ正直言えば、あいつの存在がなかったらここまで伸びなかっただろうなと思ってます。彼のチャンネルを知ったのは、おそらくチャンネル登録者が、まあ、1万人もいってなかった頃かな、あの頃ちょっと覚えてないんだけど、もともと自分の動画にすごくコメントをくれてたのね、匠が。で、やっぱりコメントを見るから、あれまたいるって思うわけよ。で、その名前の表示にさ、大学の、あ、ごめん、予備校のノリで学ぶってのが出るから、予備校のノリって思うわけよ、こっちは。で、飛んでみたら、まだ本数多くなかったし、今みたいな編集はそこまでがっつりは入ってない時代ですけど、めちゃくちゃ分かりやすかったの。あ、すげえやつがいるって思って、で、まあ、生意気ながらに、俺この子のチャンネルを絶対もっと広めさせるべきだって思って、で、まあ、いろいろ縁があってね、まあ、本当は縁があってなんか絡ませてもらったりとか、コラボさせてもらったりとかあったわけだけど、一緒にね、あのイベント登壇したりとかね。で、今すごくもうね、あの勢いがある、認知されるようになって、だから嬉しくてしょうがないし。で、だからライバルっていう言葉はちょっと違うんだけど、そのやってる分野が違うっていうのもあるし、なんか戦友というか、まあ、戦友ってあっちが思ってなかったらただの恥ずかしいやつだけどね、俺ね、恥ずかしいやつだけど、でも本当そう思ってる。この YouTube で教育っていう分野をこう盛り上げてくれる、もう一緒に横に並んで高みを目指してこれからも突き進んでいきたいなっていう、やっぱ存在なのね。で、2019年俺めちゃくちゃ落ち込んでるっていうか、迷ってたの、いろいろありすぎちゃって。で、心折れそうになったこともたくさんあったわけよ、2019年。でも匠の活躍を見てさ、やっぱりこう止まってるわけにはいかないっつって、で、すごくいろいろ感化されたし、まあ、あいつのね、その活躍を見て、あ、俺の動画の撮り方って本当これでいいのかなって悩んだ時期とかあったけど、でもその瞬間切り取ったら悩んだとしてもさ、振り返ってみれば全部ありがたいわけよ。
そう、ああよかったなって、匠のおかげでというか、あいつの存在があったからこそ自分ももっと頑張ろうって思って思えたなっていうのはすごく感じるので、まあそういう存在で、戦友っていう言葉が一番ピッなんかしっくりくるかなと思います。恥ずかしいんで終わりにします終わりにしよう。まあいつかあれですかね、じゃあ多分ね、まあ、ここまで最後まで聞いてるか分かんないけど、多分匠この動画の多分冒頭ぐらいは聞いてると思うんで、じゃあ俺が100万人突破したらさ、匠じゃあ俺のこと褒めちぎってくださいあの強要です、パワハラです、よろしくお願いしますとか言ってみて、まあ、ぜひね、コラボしたりとか今年ねできたらなと思ってますんで、まあ、ひとまず30万記念でね、あの肉食べたいって言ってたんで肉を奢っておごりましょう、食べ行こうな今度な、はいはい、ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ごめんなさい、思った以上に恥ずかしくて最後ちょっとブワーって喋っちゃいましたけど、はい、まあ、本当に心から尊敬してるやつです、すごいやつなんでね、ぜひみんなも応援してやってください。概要欄にリンク貼っておくんで、見たことない方もね一回チェックしてもらえたらと思います。はい、ということで感じで今週のダラダラジオは以上でございます。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらお付き合いください。では今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。